はいどうもみなさんこんにちは、こんばんは、ここです。今回も第5人格ランク戦実況開始やっていきます。さあマップはこの曲へ、お相手の編成はマジシャンオフェンスポストマン曲芸師となっております。さあ誰も追えない編成ということで、今回は神出鬼没を採用しております。さあここはマジシャンを追っていきましょう。マジシャンの足跡本当に分かんなくなるんですよね、自分だけですかね。ただ足跡で判別するんじゃなくて、結構ね、音とかで、足音とかで、どっちに行ったか判別するっていうやり方を自分は結構やっているので、まあ、ぜひね、皆さんも足音で、探し見るのもいいかもしれません。さあ、順当にマジシャンを追っていきましょうかね。今回、左下の、傲慢ではなく、傲慢ノーワンの、神出鬼没を採用しております。さあ、ここはしっかりとマジシャンに一撃入れていきます。でこの編成だとね、やっぱりマジシャン、まあ狙い時かなといったところ。さあ、ここはしっかりとため攻撃でダウンを取っていきます。結構ね、早めのダウンとなっていますね。神出鬼没が止まる前にダウン取れたので、オフェンスの対処も神出鬼没でしっかりとダウンや、救助狩りやダブルダウンを取っていきたいところです。さあ、この動画を撮っているのが、シーズンリセットの2日前ですかね。皆さんシーズンリセットの準備はできているでしょうか。もうスタートラッシュね、しっかりと走ってね、まだバッジを取りたいよっていう方はね、スタートラッシュが一番のチャンスですので、スタートラッシュでね、しっかりとバッジを取れることを、まあ、祈っております。さあ、そんなことを話しておきながら、マジシャン、ここは無傷傷されてしまいましたね。ただ、ここで神出鬼没をなんで撃たなかったのかっていうと、神出鬼没を撃ってしまうと、ここオフェンスを無傷ですので、粘着が入ってくると思ったんですね。まあ、現に今粘着来てますので。さあ、セカンドチェイス、これは伸ばされてしまいそうですね。さあ、神出鬼没、どこで撃とうかなといったところ、早めに撃っときたいですね。2回目の神出鬼没を撃ちたいので、ここは早めに撃っておきたいんですが、さあ、ここは当たらず、しっかりと、ステッキをね、使われてしまい、ここも神出鬼没使おうと思ったんですが、使えませんでしたね。しっかりとミスってしまいました。さあ、オフェンスが回復されていて、残り暗号機2台。もうこれは相当きつい試合展開となっております。やっぱりね、早めにダウンを取ったとしても、こんな感じでね、稼がれてしまうと本当にもう通電ですね、これ。ですが、ここからが勝機ですね。ここは神出鬼没をしっかりと使って、避けていきます。で、ここでポイントなのは、稼がれたということは、もうここはしっかりと、チャンスをものにしなければならないということですね。はい、ここはしっかりとオフェンスをダウンさせることができました。しかもね、オフェンス、ですね、神出鬼没を使った向きですね、ここでポイントなのは。神出鬼没を、このサークル、なんて言うんだろう。まあ、板が倒れている中の方に、神出鬼没をすることによって、オフェンスも、タックルが来れないし、なんなら風船殴りで一撃与えた後に、あそこに閉じ込めることができたんですね。ですので、ここはしっかりとダウンを取ることができました。まあ見てる人はね、オフェンスのミスじゃんとか思うのかもしれませんが、ここは実際オフェンスのミスではなくて、結構難しいタックルですので、ここはしっかりとダウンをね、狙って取ったという形になります。さあ、これは試合展開大きく変わりそうですね。オフェンスの対方、タックルしてきましたが、いやー、ここうまいですね、やっぱり。このオフェンスの方もね、バッチ持ちで、めちゃめちゃうまい方でしたね。さあ、暗号機残り2台で、ここはもう稼がれて欲しくないといったところ。さあ、しかし補助もいっぱい入ってきてるので、結構厳しいですね、やっぱり。オフェンスのダウンが先ほど取れていなかったら、絶対に通電している場面でしたね、これは。さあ、とは言っても、まだ、結構不利なことには変わりないので、しっかりと、ここは粘着を無視しながら撃ち抜くことができました。ここはオフェンスを早めにダウンを取って、マジシャンを釣ることができれば、暗号機残り1台を守ることができるのではないでしょうか。さあ、マジシャンこれで釣れましたね。粘着も来れないので、これは、一人飛ばせれば、白黒無常は分けが取れるキャラクターではありますので、まあ、油断をしなければね、脇以上取れるキャラクターですので、しっかりとここは油断をせずに立ち回っていきたいところを、さあ、板に当てられないように、ここはしっかりと引いて、引き持ちですね。引き持ちをしながら、ここは地下に釣っていきます。通電前の地下は本当に強くて、やっぱりね、3通電からもう、
しっかりと勝ちを狙える、早期パターンとなります。さあここはしっかりと殴って通電ですが、極限士の方をここでダウンすることができました。いや浸水鬼没もねあともうちょっとで溜まりますので、これは、地下に閉じ込めておいたまましっかりとダウンを取っていきたいところ。さあここは入れ替わって早めにダウンを取りたいところですね。ボールももうなさそうですので、ここはしっかりとダウンを取っていく。さあいやこれねやっぱ稼がれた時に本当に浸水鬼没だったりとか、まあ、興奮でしっかりと、他キャラのねダウンを取ることが大事です。もうあそこで一撃だけしか与えられないとかだと通電してしまいますので、攻めたプレイがねやっぱり大事だと思います。悪曲芸士をダウンさせて対戦ありがとうございました。皆さんも稼がれた際には違うアクションを起こしてみてください。それではバイバイ。